シンデレラグレイクズミ先生、馬娘たちを可愛く描いて、公式に寄せて、プリティに、に対するみんなの反応。シンデレラグレイの作画担当に指名された時、当初はいかに公式に寄せるかとか、いかに可愛く描くかなど審議していたのですが、リボンの武者とハネバド読んでから吹っ切れて、バキとヘルシング読みながら連載開始しました。馬娘たちを可愛く描いて、公式に寄せて、プリティに、しようと思ったけど、リボンの武者とハネバトを読んだら、吹っ切れてバキとヘルシングを参考にして描いたらあら不思議。なおこれが最適解だった模様。ゴーサイン出した方も出した方。なんなら後追いでサイキク側でもプリティがどっか行ってしまった。サイゲ、もしかしてプリティを捨てた作画にした方がウケるのでは？プリティがダメとは言ってないが、ぶっちゃけかなりのターニングポイントだよね。シングレ受けたからスポコン路線に力入れるようになったのはありそう。そしてお出しされる映画よ。でもここで馬娘全体でプリティを切り捨てなかったのはナイス判断。馬娘史とかサイコミ連載の割にそれなりに人気あるし、二次創作の作品を見るに需要がないわけではないし、むしろスポコンと同じくらいあるしな。普段はプリティだけどスポコンはガチだからいいんだ。くずみ先生って最初から画力高かったけどこれが初連載？読み切りは何回か載ったことあるみたいだけど、連載は初だったはず。連載用の機材買うためにリボ払いで資金工面したらしいし。そろそろじゃがいも生活から抜け出せたか？三角。プリティを捨てるのがウケる。丸。普段プリティな美少女がプリティを投げ捨ててガチしてるのがウケる。プリティとシングレの程よいメリハリが DNA に素早く届くんだ。日常パートは割とプリティに書いてるから、そこら辺のメリハリがちゃんとあるのもシングレの魅力だと思う。簡単おぐりもシングレの特徴の一つだからな。画力が高く構図が上手すぎるだけの漫画家定期。十分すぎるのでは？失礼な。性癖だっていい趣味してるぞ。いなり太くないですか？それがいいんだよ。そうでもねえだろって思ってたけど、家帰って改めて見たら、いやこれ太いな。ってなった先生好き。くずみ先生とか声優さんたちもそうだけど、サイゲは実力がある新人を見つけるのが上手くてすごい。もしかして美少女フェイスの主人公をラスボスのように描けばウケるのでは？やっぱ大事なのはギャップなのよ。普段は可愛い女の子が、いざって時に可愛いを金繰り捨ててガチるからこそ良い。シングレにだって日常パートとか可愛いと言える描写はあるわけだし。笠松ウィニングライブのおぐりのたくましい背中で、そう、馬娘ってそうだよ、アスリートだよってなった。プリティあってこそプリティ金繰り捨ててる場面が入るからね。そういえば最近ガチャ報告聞かないけど特に引いてはないのかな。直近でも八重のクリークの新衣装とかあったけれども。余計なお世話だけど、シングレ終わって別の連載始めても、ファンには馬娘のイラストや漫画描くように望まれたりするのかな。シングレ生み出しただけでも馬娘というプロジェクトはお釣りが来るわ。あとスーパークリークをガッチガチのヒール込みのライバルとして書いてくれたのがとてつもなく嬉しい。かっこいいのよ、シングレのクリーク。サイゲ、性癖の開示、本気だね。競馬なんて畜生道と修羅道と人道の合わせ技だからね。シビアも書く、プリティも書く。両方を共に魅力的に表し人気を獲得するのがコンテンツには寛容だ。まあプリティ書いてるかと言われたら書いてるからな。なんかプリティの方向がおかしい気もするけど。でも確かゲーム出てない頃だろ。よく決断したよ。マクカンのプリティ要素がゴジハムくんと同じ発想の漫画家。ヘルシングを参考に。まあ、そうなるなという。むしろもっと苛烈な絵柄になってた可能性もあるんちゃう。シングレの馬娘はたとえ左耳飾りであってもイケメン、強戦して知性あり揃いだから。どうやってこの有能な漫画家を引っ張ってきたのか気になる。読み切り掲載してたヤンジャンの編集部が推薦したのかな。確かそう。くずみ先生は画力が高いヤンジャンの秘蔵っ子だったらしく、シングレのためにヤンジャン側が推薦したとかなんとか。おぐりが、可愛いし強いし可愛いしかっこいいから、
そしてこの性癖である。バイオ8のデカおばさんの身長を調べたら 2.9 メートルってことで、範疇内なのか。コンテンツの新たな可能性を開拓したというか、そういう意味では本当すごい。シングレ連載第1話見たときは、ウマ娘？の事前登録3周年のやつだったけどもう画力高すぎてドハマりして、アニメ2期とゲームですっかりトレーナーだから、俺がウマ娘沼に沈んだのは明確にクズミ先生のおかげ。バンバ娘を描く日は来るのか。ゴールデンカムイの作者と並ぶヤンジャンのでっかいスキー。ヤンジャン連載で軌道に乗れたのはこの作風のおかげだと思う。結局白神顔に精神世界のイメージみたいな描写は映画に逆輸入されたから、素晴らしい発明だよ。こんなにうまいのになんでザイヤに埋もれてたんだろうと。単に運や縁がなかったのかね。作画力はいいけど脚本がって感じ？知らんけど。本気で馬娘のイメージに多大な影響を与えてる作品。スーパークリークの笑顔が怖すぎてボツ食らった話好き。ボツになったスーパークリークの笑顔、X に載せてくれないかな。めちゃくちゃ見たい。レースでもちゃんとプリティなんだが？プリティだねー。シンデレラグレイは展開が早いのがいい。シンデレラグレイをアニメでやるなら2クールいるやろな。読む側は何かと漫画やアニメ、ゲームの設定を同一視したがるけど、そんなものをぶっ飛ばして好き勝手加工が結果が面白ければ何でも良いよね。ハルーララとか願書の時点で中央を舐めるなよでお祈りされてそうだけど、シングレ的にはリアリティだし。史実の性質上もともとゲームもアニメも漫画も設定を統一できないのが、逆にいい感じになってるよね。タイトルにプリティもダービーもついてないからセーフ。寄せなくても十分可愛いんだよなぁ。藤間様アチモブで実装してもいいのよ。ついでに牧場王にも影響受けてるとのこと。まあ当然っちゃ当然か。牧場王の影響受けずに競馬漫画描くのは難しいだろうなぁ。こういうスピンオフコミックにあまり期待してなかったから面白くてびっくりしたわ。熱くていい漫画だ。藤間様アチ育てたいわ。おぐり倒すシナリオとかだったら多分なく。パイセンはちょっとドラマチックすぎる。別に直撃世代でもないのに有馬記念は何回見ても涙が出ちゃう。シングレはアニメ化もいけるし期待してる。勝利に貪欲なアスリートたちの物語として正解な眼力だと思います。美少女アイドルがしちゃいけない形相、これが良きかな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。